じゃあ今回は、数値図形と計量で三角形の面積、まあ、その2、三角形の面積の応用っていうページを、まあ、同じく、よくわかる数学1問題集から、3問選んで、解説します。まず一応おさらいとして、三角形 ABC の、面積は、2辺と3辺の間の角度で、求めることができると。早速238番見に行きましょう。238番は、まあ、次のような図、三角形 OAB があって、 OA 上の内分点 A' と OAB 上の内分点 B' があって、まあ、長さが A、B、X、Y というふうにするとき、まあ、このちっこい三角形と、まあ、全体の三角形の面積の比率を求めたいということなんですけども、まあ、全部文字になってはいるけれども、まあ、どちらの三角形も2辺と間の角度を一応表すことができているので、まあ、この面積の公式をそのまま当てはめることができる。例えばですね、三角形 OAB の方はこういうふうになってて、ここの長さが A だよね。でここが B でここが θ っていう形になってるから、まあ、2辺と間の角度を全部文字使って表せてます。まあ、だからこの三角形の面積は2分の1かける2辺かける3辺間の角度っていうふうになります。ね、同様にですね、この三角形 OA'B' の方を見てみると、OA'B' でここ の, o あの A' の長さが X で OB' の長さが Y だから、で間の角度一緒なんで、三角形 OA'B' の面積は2分の1かける2辺かける sin の間の角度になりますと。ということで、まあ、この割合っていうのはこの割合を見ればいいんですけど、まあ、2分の1が一緒だし、 sinθ も全く同じ角度なんで、この辺が約分できるんだよね。ということで、三角形 OA'B' 対三角形 OAB っていうのは2分の1、XY sin θ 対2分の1 AB sin θ であると。で、まあ、両方ともね、あの2でかけても比率変わんないし、両方とも sin θ0 じゃないからね、sin θ で割っても変わんないんで、 XY 対 AB っていうふうになります。まあ、要するにこのかね、共通する角を挟む2辺の、まあ、積の比に、まあ、等しいよっていうことだね。ちなみにね、この結論自体はあの中学数学でも、まあ、やってまして、どんな感じだったかっていうと、まあ、こんなんだね、こう三角形があって、まあ、ABC ってあってね、で、あのここの長さがですね、例えば、まあ、例えばね、あの M 対 N とかに分かれてるとするじゃないですか。でここをまあ D だとするね。そうすると三角形 ABC 対三角形 ABD っていうのは、この全体の三角形と ABD の三角形っていうのは、まあ高さが共通で底辺の比が面積の比になりますよと、ね、底辺かける高さ割り2が面積なんだけど、まあ底辺の長さの比だけが、ね、高さ共通なんで、まあ、面積比になるので M 足す M 対 M みたいな風にできると。こういうのを覚えてるかな。で、この問題ではですね、まあ、こういう補助線引いたりすると分かるんですけど、まあ、こういう補助線ですかね、逆でもいいけど AB' または、ね、BA' 引いてみると、ここの三角形、この三角形、三角形 OAB' と三角形 OAB っていうのは、ね、これ全体とこれはこっち側を底辺として見ると、底辺の比率は y 対 b になるよね。底辺の比率は y 対 b で、高さがね共通なんで、つまりこの三角形とこの三角形の面積比は底辺の比と一緒だから y 対 b になるね。で、その上でですね、今度はこれを全体として考えたときに、この三角形とこの三角形の比を見てみると、今度こっちを底辺として見るとね、こっちを底辺として見ると高さが共通なんで面積比は x 対 a になります。だから三角形 OA'B' 対三角形 OA'B は、ね、ここ対ここの比率は、x 対 a になります。 x 対 a、まあ、だからここね、あの要するに OA' と OAB の比率っていうのは、間に
ね、この比率はね、間にこれをね、まあ、連比ですけど、間にこれを挟むことによって比較しやすく、あれ OA'、逆だったな、ここですね、OAB' 三角形 OAB' との比率に分けると。でここの比率が X 対 A で、ここの比率が Y 対 B だから、この2つの比率はその積 XY 対 AB になるといった具合に、あの正弦定理じゃねえわ、あのサイン、この面積公式、高校で習うサインのね、面積公式を知らなくても、まあ、中学で一応示したことなんでね、それを、まあ、この公式使うとこんな感じで説明できるよっていうことです。どちらも覚えておいてください。はい、まあ、じゃあ邪魔なんでこれ消しますね。じゃあ239番いきます。239番は、角A の大きさが60度、その間の2辺の長さが83で、まあ、問題3つあって、まあ、3番目の辺の長さを求めなさい、面積求めなさい、で内接円の半径を求めなさい。まあ、まず図を書きましょう。このね、角 A がね60度って分かってて、それを挟む2辺がですね83なんで、まあ、こんな感じですね。これは2辺と間の角度が分かってるから、まあ要するにサイドアングルサイド系で、まあ、合同条件の一つだから、まあ必要ならばこの辺の長さもこの角もこの角も求めることができる。で実際に最初に聞かれているのはこの3つ目の辺の長さ何ですかであるから、まあ、3つの辺と1つの角、余弦定理で求めることができます。ということで括弧1はね、あの余弦定理いきますね。余弦定理、この角でね、この角から見るんだよ。だから a の2乗イコール82乗足す32乗マイナス2かける8かける3かける、コサインの60度です。でもこれ計算して、まあ、60の9の773、マイナス、24ってことで4の49ですかね。で A はプラスだから A は、まあ、ルート49、7と、まあ、60度に対応する辺、あの辺って、まあ、あの一番小さくもないし一番大きくもないから、まあ、答えは3と8の間の何かですよね。まあ、ということで7と、はい、で括弧2、三角形の、ね、面積求めなさいと。括弧1関係ないですね。まあ、括弧1でね、ここ7って分かったけども、もう2辺と間の角度出てるんで、もう括弧2単体でも面積出せます、ね、面積イコール2分の1かける2辺かける汚ね、2分の1かける2辺かける3間の角度で求めることができます、ね、サインって高さだからね、これでサイン出してるんだよ。で2分の1かける8かける3かけるサイン60度は2分のルート3だから、6ルート3と、6ルート3、これは面積です。面積は6ルート3です。はい、じゃあ、まあ、新しい内容ですけど、まあ、括弧3、内接円の半径求めなさいと。まあ、内接円の半径求めなさいって言われたらですね、これ内接円の半径ってね、三角形の面積と割と相性がいいんですけど、まあ、知っときたい図はこんな図です。まあ、内接円っていうのはですね、三角形の3つの辺に接するような円のことを言います。でどんな三角形にも内接円がただ1つだけ存在します。内接円の中心の場所はどこにあるかっていうと、まあ、あの角の二等分線の交わるところになってまして、まあ、こんなところにあるんですけど、ね、こんなところにあります。でその性質はここから、垂線を下ろすと接点になりますね。接点になりますと、垂線を下ろすと辺と接するわけ、あの垂直に交わるわけですね。こんな感じでね、ここで接、ここが接点です。でこれが要するにですね、あの垂直なんで、あの面積を求める時のいわゆる高さの役割はね、あの持たせることができる。まあ、どういうことかっていうと、この三角形の面積全体を S とすると、この三角形って、この大きい三角形って、この今ね引いた角の二等分線3本使ってですね、まあ、この部分ともう一本引いて、まあ、この部分とで、あの何も塗ってないこの部分というふうに、まあ、3つに分けることができます。で内接円の半径はあるとするとですね、この青い部分の面積っていうのは2分の1かける底辺かける、まあ、高さです。でこの赤い部分の面積もこっちを底辺としてみると高さがもう出てるんで、2分の1かける底辺かける高さで、
この部分もここの底辺とこっちを底辺として見ると底辺 C かける高さ R 割る2だから2分の 1C かける R になります。でまあちょっとこれ全部分配法則で2分の 1R をくくると、まあ、周りの長さかける内接円の半径割る2イコール、まあ、三角形全体の面積っていうねこういう関係式ができます。つまり三角形の三辺と面積が分かれば内接円の半径が出せるということです。周りの長さと面積が分かれば内接円の半径が出せるということです。ということでカッコさんは面積が分かってる三辺の長さをカッコ1で出せたんで R が求められるよねっていうことです。だから S イコール2分の 1R カッコ A たす B たす C っていうねこの公式からカッコ2の答えを代入してほんでカッコ1の答え、まあ、代入してですね、まあ、順番どんどんや3たす7たす8ですね、要するにね3たす7たす8あの順番でたらめですけどね、まあ、3たす7たす8とで、まあ、18、まあ、9、QR イコール6ルート3よって R イコール、3分の2ルート3っていうふうに求めることができると。ということでね、まあ、この公式ね丸暗記するっていうよりはねこの図をね、この図を自分で書いてこの式を導くっていうこの図の書き方からこの式までっていうのを導き方を、まあ、しっかり覚えた方がいいかなと思います。はい、じゃあ最後240番。240番は三角形 ABC の面積を S、 BC の長さを A、 その両端の角を BC っていうふうにまあ置いたとして、まあ、そしたら、三角形の面積はこういうふうに表せることを示せです。何なんだっていう、まあ、とりあえず書きますね。まあ、ここの長さを A としてですね、まあ、両端の角を BC とすると。でこれを使って、この3つを使って面積を求めてくださいっていうことです。要するに、一辺とその両端の角が与えられたら、面積はこうやって求められるよっていう、つまり、一辺と両端の角形でも面積を求める公式ってことです。一応教科書でね、出てきてる公式は、二辺と間の角から攻めるっていう、これだけです。でじゃあ3辺だったら3辺分かってたらどうすんだっつったら余弦定理使って、間の角を1個出してから、まあ、サイドアングルサイド形にすりゃいいんでね、もしくはヘロンの公式っていうのがあったわけですよ。じゃあ1辺と両端の角分かってたらどうしたらいいかっつったら、まあこんだけ情報が与えられてたらね、こんだけ情報が与えられてたら正弦定理とか使ってね残りの辺とか出すことができるんで、まあ、それを使って2辺間の角の形に持ってって、まあ、面積を出せばいい。もしくはまあこれを公式化していればね一辺両端角からいきなり面積を求めることもまあできるだろうっていうことです。まあ覚えてないけどねこれ覚えないですよ、うん、はい。ということで、一辺両端の角が分かってる形なんでここがまだ分かってないんでねで我々はですね2辺間の角度を知りたいんで2辺間の角度を知りたいからこの3つの情報からまあそうですねこの角を中心として考えた場合この C の長さをどうしても求めたいですということで、まず C を求めるために C を求めるためにねまあこういこうかなと思います。はい、ということで、正弦定理からいきます。 C÷3C は A÷3A ですですか。で角 A 分かってないじゃん、角 A 分かってないって思うかもしれないけど、まあ2角分かってたらA たす B たす C 180度なんで、これはもう分かってるに等しいんで、これは使います。後で直せばいいんで、ね。これは分かるんで、これは分かってる、分かってないだから、こういうふうに書き直すことができます。いい。A 分かってるんだよ、分かってるんだよ、はいね。これが C の長さってことでね。で、そしたらですね、C をこの形で表すことができたんで、2辺と間の角度から面積を求めることができます。2分の 1CAsinB で求めることができると。で、この C っていうのを代入すると、ね、C をこれで代入すると、なんだ、ASinC÷3A×A×sinB になりますよね。で、A×A をまとめて、2SinAA の2乗、SinCsinB と、ここまで来れます。はいね、まあ求めたい形にかなり近いですよね。分子は a の2乗 3c3b だからもう、まあ、一致してると。で分母は 2× まあなんとかと、あとこれがいいね、 3b と c とね 3a が一緒ってことを説明すればいいんだよね。
どうやってやるんだ。はい、やってみましょう。なんで角 A が分かってるって言ったかというと、3つの角足したら180度だからってことです。だから例えばね、ここが70度でここが40度だって言われたら、ここ70度だねって分かるじゃないですか、ね、ってことで、なんで A が分かるかっていうと、3つの、ね、内角の和が180度だから。ということは角 A っていうのは180度引く B たす C っていうふうに表すことができると、ね、まあ、だから A は BC 使って書き直せるんだよね。だからここの部分はですね、 sin A はsin 180度引くカッコ B たす C ってことなんでね。でここで変換公式、180度引くなんとかだから、こんな公式あったよね、こんな公式あったよね。 sin 180度引く C たは sin C たと一緒、ね、まあだからこれは sin B たす C っていうふうに直せるってことです。ってことで今のを使ってね、変換公式を使ってね、ここをちょっと書き直したら、まあ、ここに持っていけるってことです。ちょっとスペースがないと書きませんけど、まあここからね、これを使って書き直したら、まあ、証明、まあ、終了です。はい、ということで、まあ、今回はここまでとします。